ずい。もう一杯。いや、本当は美味しいです。美味しい、美味しい低、美味しい低脂肪、脂肪乳。まあ、糖尿病なので。低脂肪といってもね、これ味全然変わりませんわ。まあ私、味うんぬんよりは、健康のために。はい。それでは、今日のテーマはね、冬の高速道路限定、冬の、どうも噛みますな。また親父噛んでる、ははははって、またコメント入りそうですな。あのね、今日のテーマは冬の高速道路限定の落とし物というテーマでやっていきたいかなと思います。で、これはですね、私が見てきたもの、経験したものを話しております。では早速やっていきますね。で、冬といえば寒い。寒くなると、やるスポーツは？はい、正解あなた。サッカーでした。全然ちゃうわ。いや、サッカーもしたいですわよね。でもね、最近の子供らはね、外で遊ばない。自分らがね、子供の頃、小学生の頃、ほんとね、冬でもね、外でボール1個あればサッカーやってましたよ。サッカー、もしくはドッジボールと、あるいはソフトボール、野球とやってましたね。特に冬はね、やっぱガーッと動きたいんでサッカーとかね、やってましたよ。もうね、はい。で、小学校のグラウンド行ったらね、もう土日はね、誰かがね、遊んでましたね。学校に行けば誰かがいると、いった感じでしたけれども、最近はね、学校に行っても誰もいない。うちの近所のね、小学校なんかね、休みの日に行ってもね、誰もいない。誰も遊んでいないと。で、お正月ね、たこ揚げだとか、駒回しだとか、ね、あんなん、遊びよったんですよ。自分らがね、ガキン頃は。とね、外へ出る、ね、安いね、ほんと、お年玉でね、安いタコ買うてね、確かね、10円だとかね、5円のタコもあったね。で、10円だとかね、まあ、駄菓子屋に行ったらあるわけですよ、そんなね、安いタコはね。もちろん、紙でね、竹ひごで、紙でね、で、貼り付けたね、タコは。でね、まあ、大概のタコにはね、何？シャダ君みたいなね、なんか、こんな顔の、なんかね、そんな絵柄が載ってたような、シャダ君か。ね、なんかね、なんか歌舞伎みたいな、ああいうね、絵柄があったんですけれどもね、最近はほんとそんなんで遊っぱんまま時代なのかね。ほんとね、子供外で遊びませんよ。子供が外で遊ばんつうかね、親が寒がってね、外へね、連れて行かんのと思いますわ。親がね、寒がれて。でね、ちょっと寒かったらね、もう子供とかにはね、なんとかちゃん、たくさん、お洋服、たくさん着なきゃ、風邪ひくよ、みたいな感じで、バーカ言うつはつまらんと。子供は風邪のこと、薄着で、外で、走り回って遊ばせとくえ、と。冬でも汗かくわい、と。まあ、自分らはね、ガキン頃にはね、うちの親父言ってましたよ。ガキは外で遊べ、と。ねえ、まあそんな親父でしたからね、家におるんがね、嫌で、とにかく外で出て遊んでましたね。まあそれはいいんですが、まあウィンタースポーツといえば、スキー、スノボ、
で、アイススケートだとかね。なとこでしょうかね。でも今、暖冬でスキー場も困ってるでしょうね。で、ね、スキーシーズンにね、よくね、高速道路で落ちてるもの、よく見ましたよ、昔。特にね、名神高速のね、あれは、草津からね、関ヶ原かな、あの辺りにかけてね、よくね、スキー板でスノボーが落ちてるのも見たことありますね。で、スキーなんかね、まあスノボーももちろんですけども、スノボーなんかね、あのその時代もね、まあ20数年前なんですけれども、その時代でもね、ちゃんとキャリアっていうんかな、ちゃんとステイでね、まあ車の外にちゃんと取り付ける場所があったはずなんだろうけれども、中にはなんかケチってなんかね、なんか紐かゴムかなんかで結んでいる人もいたんでしょうかね。よくわかりませんけれどもね、よく落ちてましたよ。スキー板もね、一本だけ、まあ途中で二本目が落ちてたのかもしれませんけれどもね、あれ一本だけじゃ滑れんでしょ、スキーなんかね。スノボーなんかね、落としたら現地ついて、あスノボーねえやーみたいな感じで、どうするんですかね、現地に行って帰れるんだろうかね。え、高速代も払ってさ、で、まあパーキングかサービスエリアに行って、まあそういう荷物を点検するかしないか知りませんけれどもね、ついて、さあ今から滑ろうかみたいな感じで現地についてね、仲間たちとキャッ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 言ってね、え、まあ自分のスノボを落としたんならいざ知らず、仲間のスノボとかね、落としたら、お前ちゃんとつけとってくれよと、どうしてくれるんだと。スノボも安くないでしょ、スキー板も安くないでしょ、どうしたんでしょうかね、あれね。まあそもそもね、そんなものを落としたらね、危ないですわ、大体ね。ほんと。まあ、ねえ、後続車にぶち当たったりするじゃないですか。危ないですよね、あれ。なのでね、ほんと、あの辺りはね、ほんとよく見ましたわ。不思議とね、まあ、草津から関ヶ原の、あの、区間はね、まあ、スキー場に向かう人も多いんでしょうね。で、滋賀県になるんかな、あれは、伊吹山は。岐阜県になるんかな。あそこの伊吹山にもスキー場あるんですよ。なのでね、まあ、その伊吹山からの帰りなのかな、下り線でね、よく落ちてましたわ。上り線はね、そんなに見たことないな。まあ時間的にもよるんかもしれんけどね。よくね、夜、まあ昼もそうですけれどもね、まあ昼夜問わず落ちてましたね。あとあれすぎて、スキー場は、ちょっとわかんないな。まあとにかくね、伊吹山とかね、あと、どうだろう、上りだったら、岐阜のどっか、あれ、何道路だったかな、忘れたよ、もう。大垣過ぎてね、大垣一宮過ぎてね、一宮ジャンクションってあったよね。あれからね、飛騨高山の方に行くやつ、何道路で行ってたかな、忘れたね、もう。あれはね、何通るって言ってたか忘れましたけれども。まあ向こうの方に行ってもスキー場あるんでしょ？もちろん。なのでね、
まあスキーする人って多いでしょうね。もしくはどうだろうあのね、兵庫県にスキー場があるのかどうかちょっとよく知りませんけれども、まあ鳥取行けば ありますよね、大山とかね。あとあの辺はどうだろう、スキー場ちょっとよくわからんな、よくわからんな、スキー場はね。まああるんでしょうけれどもね。まあ、とにかくね、冬の高速道路にはね、そんなもんがね、よく落ちてましたわ。なのでね、ほんと、そういうところをね、通行するときには、ほんとね、何が落ちてるか分かりませんからね。何が落ちてるか、ほんと。でもね、冬限定でね、よく落ちてましたわ。スキー板に、スノーボードがね。なのでね、ほんと、トラック野郎、の皆さんもね、そういうものが落ちてる場合もあるのでね、まあ注意してくださいと。それとね、やっぱマイカーの人もね、よくそういうものがね、落ちないようにしっかりとね、固定していってもらいたい。ほんと。じゃないとね、まあ、落とされてもね、迷惑だし、落とされても迷惑だし、落としてもね、自分たちが、安くないでしょ、スノーボード。スキー板、安くないでしょ。なのでね、ほんと、せっかくのお休みで、さあ、滑ろうかい。ゲレンデへようこそ。私をスキーで連れてって、と。彼女と一緒に行ったとして、スキー板、落としてごらんなさい。ほらね、面白くないわ。おもろないわ、そりゃ。おもろないわ。そんなとこでね。なのでね、ほんと、そういうものをね、落とさんようにしてほしいなと。どうか一つ。まあ、楽しいお休みを過ごしてほしいなと、思っております。はい。ほんとね、まあ、落としてもね、危険だしね、あれ。ほんとね、よその車とかにね、当たってごらんなさい、ほんと。で、ね。なのでね、ほんとドライブレコーダーね、つけてた方がいいですよ。前の車がね、ほんと万が一ね、そういうものを落として自分の車で当たったと。そしたらそれ証拠になれますんでね。それドラレコなかったらね、いくら、いや、あなたの車から落ちたんですよって言ってもね、いや、そりゃ、俺の車じゃ、違うよと言われたら、ねえ、なかなかめんどくさいです。はい。中にはね、そういう人もね、いると思います。いやいや、これ違うよと。お前証拠があるんかと。証拠があるんか、ドラレコつけとったんかと。で、ちゃんとね、証拠があれば、ね、捕まえられますけれど。その、証拠がなかったらね、泣き寝入りになっちゃうので、やっぱね、そういうものは、あった方がいいかと思います。はい。今日はですね、冬限定の落とし物、高速道路の落とし物について話をしていました。この動画がね、お役に立てたというお方は、グッドボタンないと押してもらえれば嬉しいです。そしてね、こんなおっさんの動画を登録してみようかいという方はですね、登録よろしくお願いします。それでは、皆さん。また次回の動画でお会いしましょう。本日もご安全に、いってらっしゃい。